はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、次のニュースは、これね、おはっかーかなーっていうか、おはっかー臭いんですよね。変なことが起きております。はい、えー、とんでもなく変なことが起きてます。大阪なんですけど、はい、普通、あの、踏切って、えー、電車が通り切るまでは、飽きませんよね。あれ、手動でやって、 やってるわけじゃないんですよはい。あれ、手動でやってるわけじゃないんですね。踏切上げたり下ろしたりって。違うんですよ。手動でやってるわけじゃないんですよ。あれ自動なんですね。なんでこれ、おハッカーかなって思うんですよ。 もしくは、あまあ、まあ、システムがね、おかしくなってる。はい。大阪なんじゃないかなと思います。大阪でこういうことがありました。えー、まだね、電車が通り切ってないのに、踏切が開きました。その結果、事故になりました。とりあえず、車掌がね、気がついて急ブレーキをかけたんで、 ええー、まあ大したことにはならなかったんですよ。乗客の方も、運転手の方もね、えー、無事だったんですけど、えー、車、それはね、開けばね、開けばそりゃあね、踏切が開けばそりゃあ渡りますよね、えー。でも私不思議だと思うんですけど、通過中なのに開いたっていうのは、この踏切が開いたから、 突進してっちゃったんでしょうかねこの車もね。なんか不思議だなと思います、その辺。その辺は不思議だなと思います。はい。えー、まだ電車が通っているのに、開いてしまったんですよ、踏切が。で、こういうのって、えー、手動でやってるわけではないんですね。何回も言いますが。踏切開けたり閉めたりする作業っていうのは、たいあの自動で、そういうふうに、 なるように設定しているんですね、システムで。なんでこれ、おはかなのかなーって思います。もしくはあ、そのシステムのね、その回線のどこかに、えー、故障が起きているのか。はい。 えそういうことですよね。危ない、危ない、危ない。ここでもね、電線の不足がネックになってるのかなとも思います。はい。電線不足してますからね。朝言ったようにね。えー、危ないですね。こういった事故がなんか簡単に起きるようになって 電線不足するとああまあね沖縄はあの電車がないんではい沖縄は電車ないんですよモノレールはあるんですけどねモノレールはとりあえずあれでしょあのー、電線はいらないんでねはいえー、まあいいんですけどまあ大変なことですよねこれねはい大変なことだと思います これ、公共交通機関も、もうかなりね、あれですね。はい。えー、あれでございます。まあ、お墓かかもしれませんけどね。はい。えー、誰かがそういったシステムに侵入してね、えー、ちょこちょこっと遊んでしまいましたよっていうことなのかもしれません。わかりません、ここら辺は。 えー、どうしてこういったことが起こったのか、実は、鉄道側も分かってないということです。まあ、そりゃそうですよね。分かってないということです。まあ、おハッカーですなんて言えませんしね。はい。おハッカーですなんて言ったら、どんなね、システムしてんだって言われ,言われちゃいますからね。 おハッカーだったとしても絶対に表には出てきませんね。はい。えー、でもこれから本当こういうこと多くなりますよ。皆さん気をつけてくださいね。公共の交通機関を乗るときも、え、ほんあの最新の注意を払わないといけないんじゃないかと思います。えー、増えてます。こういったことが。増えてます。はい。 えー、なんでね、なんと言ったらいいのか、本当にね、えー、あれなんですけど、まあ注意するしかないですね。できたら、できたらね、まあ徒歩か自転車かね、えー、そんな感じでこう、過ごすのが本当はいいんでしょうけど、まあなかなかそれもね、えー、できない方もいらっしゃるんでね。我々一人一人が、 あ注意して生活しないと本当にいけない時代になってきました。注意一秒、怪我一生です。はい。えー、とりあえずね、乗客の方と、この車の運転されてる方ね、何事もなくてよかったです。はい、えー、小さい怪我で済んだみたいでね。え本、ー、当ね、えー、これから先、先が思いやられますけど、 え、まあ、しょうがないっちゃ、しょうがないんでしょうね。はい。えー、どん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 来ちゃってますね。はい。どん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 来ちゃってます。わかりますよねこれね。言ってる言いたいことね。来ちゃってます。はい。えー、皆さんね、毎日毎日をね、あのー、警戒心マックスで、えー、暮らしていきましょう。えー、一息つけるのはお家の中だけですね。はい。そういうことになってきました。 それでは皆さんまた、あこちらの記事もね、えー、概要欄に貼れそうなんで貼っておきます。本、え、当、ー、と,とんでもないことが立て続けに起きている、この日本という国でございますね。はい。えー、ちなみに今日のお茶は、あごめんなさいね、蒸れちゃいました。あー久しぶりにアップルティーを入れてみました。はい。 アップルティーでございます。久しぶりでございますね。はい、美味しくいただこうと思います。それでは皆様も素敵なティータイムをお過ごしください。沖縄おばばでした。